今年も終わりか。まあれこれあったな。江戸川知恵蔵、区内のことは何でも知っているとご近所で評判のおじさん。落語好きである。おじさん、こんにちは。おお、竹蔵か。今日はどうした？まあそれそれ。お正月も近いんで、うん、お年玉でももらおうかと。江戸川竹蔵、知恵蔵の甥っ子で好奇心旺盛。知恵蔵に影響され同じく落語好きである。いい年してお年玉か。まったく。冗談ですよ。お年玉もらおうとしてお目玉もらうとは。こりゃおっかねえ。うまいね。これ、うん、貸してくれた落語の DVD 面白かったです。そうだろう。この円蔵亭の落語会面白いって評判なんだよ。ちなみに円蔵亭とは名人立花屋円蔵師匠のご自宅を区が記念館とした施設。落語の催し物を多数開催しています。ところでおじさんは何をしていたんです？今年も終わっちまうと思ってな。何があったかいろいろ考えてたんだよ。犬年の2018年が犬ということですね。まあまあだな。それはそうと、竹蔵お前もこの1年振り返ってみないか。そうですね。じゃあ帰る前に振り返ってみることにしますか。そうか。よし、何からいくかな。ネタはたくさんあるぞ。じゃあまずは江戸川区のイベントから見てみたいですね。よし、じゃあ区のイベントから行ってみようか。一年の最初を飾るのは成人式。今年は7600名の方が新成人となり、その門出を多くの方が祝いました。それぞれの夢を伺うと、お世話になった人に恩返ししていきたい気持ちで、まあ、20歳以降を過ごしていきたいと思ってます。この着物も母のなんですけど、と今まで育ててくれた母と父には感謝しています。教職を目指しているので、その勉強を頑張りたいなと思ってます。4月には江戸川区の春の風物詩の一つ、日本観賞魚フェアが開催され、日本でもえりすぐりの金魚を見ようと多くの方が訪れました。5月30日全国同日開催で、住民のスポーツ参加率を競うスポーツチャレンジデーに江戸川区も参加。スポーツ庁の鈴木長官にもお越しいただき、2年連続で下関市との戦いに挑みました。結果は敗れましたが、多くの方がいい汗を流しました。7月の江戸川ボランティアフェスティバルでは、お互いに支え合う街づくりについてみんなで考えました。8月に行われたのは旧中川の灯籠流し。参加した方は戦争の犠牲者を悼み、
改めて平和への思いを新たにしていました。秋は熟年者の活躍が注目を集めました。9月に行われたのは笑顔いっぱい長寿の集い、敬老の日にちなんだ催しです。そして10月には2つの会場でリズム運動大会が行われ、5000人の方が参加しました。どの方もお年に関係なく見事なステップを披露されていました。いや、成人式はいいな。会場の活気を見てると自分の若い頃思い出すよ。いや、元気をもらったね。戦前の成人っていろいろ大変だったんじゃないですか。おお、昔はな、成人式っていうのがなくてな、二十歳の頃は軍隊にいられて。何を言わせんの、わしは戦争に行っとらんから冗談ですよ冗談。僕は成人式より10月のリズム運動大会で元気な先輩の方々の姿を見て見習わなきゃって思いましたよ。関心な甥っ子だな。じゃあ他にも見習いたいお手本の人たちを見ていこうか。2月には町会自治会役員表彰式が行われました。長く地域コミュニティを支え続けてきた皆さんを称え、さらなる活躍を願い754名の方の表彰が行われました。そして10月には区政功労者表彰式が行われました。町会自治会はもちろん、さまざまな分野で区の発展に貢献された方の長年のご苦労に感謝し、区民の皆さんの心を込めた表彰状が39名の方に手渡されました。11月3日の文化の日には江戸川区文化賞、文化功績賞、文化奨励賞表彰式が行われ、やはり長年にわたり文化の振興や国際交流に尽くした皆さんが顕彰されました。お手本にしたい人がたくさんいましたけど、おじさんはいつぐらいに表彰されそうですか？わしのことはどうでもいいんだ。江戸川区が発展したのはたくさんの人のおかげなんだよ。それが分かってくれればいいんだ。分かりました、いつか表彰されるようお祈りします、じゃあ次は何を振り返りますか？そうだな、今年は災害は外せないぞ。北海道の地震や西日本の豪雨災害もありましたしね。そうそう、だから常日頃からの備えが大切なんだよ。備えあれば嬉しいなですね。備えあれば憂いなし。江戸川区でもたくさんの備えをしているぞ。区内ではさまざまな防災訓練が行われています。こちらは5月の江戸川区合同水防訓練。台風や集中豪雨が増える前に関係機関が毎年水防技法を確認しています。7月には江戸川区総合防災訓練が行われました。
こちらは直下型地震による大規模な被害を想定し、関係機関の災害時連携をさらに強化するため毎年実施しています。区以外にも医療関係団体が2月に災害時の緊急医療救護所開設の訓練を実施。7月には毎年小松川平井地区の総合防災訓練が行われています。また災害時の応急対応強化のため様々な団体と協定も結んでいます。7割がゼロメートル地帯の江戸川区にとって水害対策は重要な課題です。このため今広域避難の取り組みが進められています。8月の江東5区広域避難推進協議会では5区の区長が揃いハザードマップを公表。国、都と連携し浸水域に暮らす250万人の避難計画を進めることが発表されました。災害に備えていろいろなことをやっているんですね。安心安心。安心っていうが慢心じゃいかん。みんなの用心と心構えが肝心なんだ。はい、自助、共助、公助、どれも大切ですね。お前にしてはよく知ってるじゃないか。おじさんのおかげですよ、うん、ところでおじさん、江戸川区ってお祭りが多いと思いませんか？いいところに気がついたな。お祭りが多いということはコミュニティがしっかりしてるってことなんだぞ。なるほど。じゃあね、次はいろいろなお祭りと江戸川区花火大会、そして区民祭りの様子を振り返ってみよう。いいですね。その前に問題です。江戸川区花火大会で打ち上げられる花火の数は何発でしょう？何発だろう。答えは次の映像の中にあるぞ。まずは地域のお祭りの様子から見てみよう。区内では地域のお祭りが盛んに開催されています。ここでは節目を迎えたお祭りをご紹介しましょう。最初は第50回くつろぎの家祭りです。施設の枠を超え地域の皆さんが半世紀にわたり手作りでお祭りを続けてきました。続いては第40回小松川平井ふるさと祭りです。賑やかな模擬店やステージに加え華やかなパレードや本場鶴岡の花笠の踊り手も加わる人形流しパレードが特色となっています。同じく40回目の節目を迎えたのは北小岩祭りです。こちらも華やかなパレードや賑やかな模擬店などがお祭りを盛り上げたほか、第40回を記念してみんなで風船を飛ばすセレモニーが行われました。1年を振り返るといえば忘れられないのが江戸川区花火大会です。1万4000発の花火がテーマに沿って豪快に、時には繊細に夜空を彩り、
音と輝く光で多くの人を魅了しました。そしてお祭りコーナーの締めは区内最大のイベント江戸川区民祭りです。来場者は55万人、パレードも最大、模擬店の数も最大、さらに10もの町や地域が遠方から物産を届けてくれるとあって、毎年訪れた方の笑顔があふれます。さて、江戸川区花火大会で打ち上げられる花火の数は分かったかな？ちゃんと分かりましたよ。1万4000発もの花火が打ち上げられるんですね。豪快なわけです。しかも打ち上げは花火の名門鍵屋だ。すごい人手になるわけだ、今年も随分たくさんの出来事があったんですね。おじさん、ありがとうございました。何を言う、わしはまだまだ紹介したいことがたくさんあるぞ。じゃあ今回は代わりにあいうえお作文やってくださいよ。得意でしょ。お題は来年の江戸川区で。じゃあどうぞ。よし。江戸川区、え、笑顔を浮かべて、ど、どんな時も、が、頑張る人がいっぱいいる、は、ワクワクと希望に満ちた、く、くになるでしょう。お見事。そうか。いやー、言い伝えは本当だったんだな。何がだ。来年のことを言うと鬼が笑うって。うまいこと言うな。今年を振り返る番組いかがでしたか。後編は12月20日公開予定です。お楽しみに。